アウギュスト・アン号は、フランスの獣医師。フランス陸軍獣医であった、明治時代初期に来日し、親とい外国人教師として、陸軍で獣医学を教授した。1873年3月、日本陸軍は、軍馬の診療と治療をする、うまいの養成教育を陸軍兵学寮で行うため、うまい生徒を募り、同年中に15名が、兵学寮を第二社に入社した。 陸軍創設当初のうまいは民間、あるいは各藩の新兵に随行したうまいから採用されていたために日本古来の伝統的なうまい術の知識しかなかった。陸軍省でうまい学務を担当していた深谷修造は自身の乱学経験から兵学領土鳥を小屋田に建白し、フランスの獣医学を取り入れることとした。1874年4月、 トゥールーズ獣医学校出身の二等獣医アウギュスと暗号が親とい教師として来日し、同年5月より陸軍兵学寮で教育を行った。暗号は、うまい生徒に解剖学の中から骨学の学科と実習の寮教育を行い、すでに陸軍外官として勤務している者には、病理学の講義と病床講義を実施した。また時には、 郊外で植物を採取し生徒に実地に説明し、薬となるマグザの研究参考とする、他植物学通論も教授した。1877年1月、陸軍獣医学校の前身となる陸軍馬医学者が設置されると暗号は、同学者の教団に立ち、1880年8月、契約期間満了に伴い帰国した。約6年半の対日期間中に、 西洋の近代獣医学を教授した上手い生徒は25名。そのうち、黒瀬定治は、高年トゥールーズ獣医学校へ留学している。暗号は、日本近代獣医学の基礎を築いた、獣医師の一人である。ありがとうございます。